4回目のセミナーはエバンズありささん品田あやきさん安井明宏さんによるスローなファッションを楽しもう消費の新しい形ですファッションは私たちにときめきを与えてくれる反面近年の早すぎる消費サイクルは地球に多くの負担をかけていますこちらのセミナーでは背景を知って長く着る 新しく買う以外の選択肢を楽しむなど現代が必要とするスローファッションの始め方をエシカルコーディネーターのエバンズありささん元プロサッカー選手として海外でも活躍し現在は藍染市に転身して作品を発表している品田綾樹さん。 京都市一職成長戦略推進アドバイザーで、著書のサーキュラーエコノミー実践が話題を集めている、安井明弘さんとともに探っていきます。ぜひ最後までお楽しみくださいませ。はい、皆さんこんにちは。 こんにちは。お忙しいところお集まりいただき、ありがとうございます。本日進行を務めさせていただきます、エシカルコーディネーターのエバンズ・アリサと申します。簡単にまず自分の自己紹介をさせてください。私はですね、日本生まれなんですけれども、父がアメリカの人っていうのもあって、オレゴン州に数年学生の頃住んでいました。でその頃にですね、 環境科学という授業を通して環境問題や社会課題にすごく意識を持つようになりまして、そこから日本に帰国してから NGO でインターンをしたり、エシカル協会という社団法人でフェアトレードの勉強をしたりして、今は NHK ワールドさんの方でエシカルエビリデーという番組の MC をさせていただいて、一地球に優しいライフスタイルというものをえ当たり前にしていこうという活動を続けております。まあ、エシカルっていう言葉、 直訳するとまあ倫理的とか道徳的っていう言葉になるんですけれども簡単に言うと本当に思いやりであったりとかそういった裏側にこう犠牲のないものづくりであったりそういったことを応援したり取り入れていこうというものになっていますそれをあのイベントのディレクションであったりとかプロジェクトを通して発信しています簡単に えっと、これまで関わってきたプロジェクトで、えっと、エシカルやサステナビリティというと本当にライフスタイルなので衣食住様々あるんですよね。で、一つ目はこれはスマートシティという街づくりのプロジェクトで、柏の葉で行いました。あとはアーバンファームという、えー、ビルの屋上で空いてるスペースに農園を作ってコミュニティ農園として活用していこうというプロジェクトであったりだとか、国際女性デーをテーマにしたイベントのディレクションも数年務めさせていただいておりました。あとはゼロウェイストストアで のえー、トトヤさんという、えー、スーパーマーケットがあるんですけれどもそれの立ち上げにも関わらせていただいていてこれは今、えー、本店が京都にありまして代官山にも小さな規模でお店があります。 あとはマルシェの企画ですねサステナブルエシカルをテーマにしたブランドさんを集めたラブアクションというマーケットの開催をさせていただいたりもしておりますそして最後ですねサーキュラー今日はちょっとスローなファッションであったりとか新しい消費の形というところがテーマなのでそれにすごく通ずるプロジェクトとしては蒲郡市でアキさんもね安井さんも実はすごく縁のあるそのサーキュラープロジェクトなんですけれども。 はい、そこからつながって蒲郡市が日本で初めてサーキュラーシティ宣言というものを出していて循環するまちづくりに取り組んでいるのですがそこ,で、えー、そこの工場で出ているレース生地をアップサイクルしてウェディングドレスを作るというプロジェクトに、えー、携わっていたりとかしししまます、はい、長くくなりたたがよろしくお願いいたします。 はい、では今日一緒にお話をしていきます。品田さんからも一言ご、ごしょあの自己紹介お願いします。はい、えっと初めまして。品田亜紀と申します。もともとえっとプロのサッカー選手として北欧だったり、スペインで活動していたんですけども、あの地球環境に対して少しこう危機を感じまして、なんかもう今ちょっと違うのかなっていう風に思ったことがきっかけで、あの今日本古来の。 あの発行による藍染めをしています今日はよろしくお願いします 安安井井さんもお願いいしししままますすは皆めてと申私はもともと東京出身なんですけれどもあの大学生の時に初めてついたアルバイトがあのホテルの朝食のビュッフェの担当だったんですけどそれはあの、まあ、家庭であの母が手料理でずっと育ててくれたり食がすごく自分にとって重要だったんですけどその食が好きっていう思いと裏腹に自分の初めてのアルバイトの経験としてそのまだ食べられるにもかかわらずそのビュッフェ のの時間が終わった後に自分の仕事は全部撤去をしてでそれをどうしても廃棄しなければいけないっていうあの仕事だったっていうところにすごくショックを受けてでそれからさまざまなフードバンクなど NPO の活動に参加していたんですけどもあの自分が参加していた NPO があの補助金が打ち切られてしまったりそもそも人が集まらなかったりした理由でなくなってしまったっていう原体験がありましてでそこからその非営利というよりもこの営利的なビジネスモデルとそういった社会や環境 への取り組みを何かかいいいい形で結びつけられないかといった時にです、ね、私はあの2015年からまずはドイツの大学院に留学をしていたんですけどそこのドイツで初めてこのサーキュラーエコノミーという新しい経済のモデルに出会いましてまたこのサーキュラーエコノミーとは何かというお話は後ほどさせていただきたいと思うんですけれどももうこれだっていうふうに思って自分でもうカメラ1つ持ってヨーロッパのさまざまな国を自分で取材をしてあの日本に伝えるという活動を行っていました。で そのヨーロッパのさまざまな国の中でも特に官民一体となってこのサーキュラーエコノミー循環型の取り組みを進めていたのがオランダだったんですね。でオランダの事例もまた後ほどご紹介させていただこうと思うんですけどもオランダとドイツで計5年間住んでいる中でヨーロッパの取り組みを知れば知るほど見えてきたのが日本にこそ可能性があるんじゃないかそして日本じゃないと絶対にできないような取り組みがあるんじゃないかっていうことに感じまして。 3年前から現在まであの京都を拠点に活動を行っております。で、今の活動としては、3年前にあの京都の学芸出版さんの方からサーキュラーエコノミー実践という本を出版させていただいたんですけど、今日本でもですね。建築職。 ファッションあとは自治体音楽イベントなどにも関わらせていただいて今,今までその廃棄になってしまっていた資源をどのようにしてビジネスモデルであったり地域の政策としてあの散歩よしの形で回すことができるかというところにあのアドバイザリーであったりあとは時に自分でも企画プロデュースのような形で関わらせていただいておりますあとは昨年もあのヨーロッパに3回渡っていて今年ももうあの1回渡ってるんですけどあの右上に書かせていただいているようなサーキュラー エコノミーの実践型の研修というものをあのオランダのアムステルダムとあとは京都でも開催していたりします本日はよろしくお願いいたします 2人とも本当にこう世界を見てきてまた日本に今戻ってきて日本とのまあいろんなまサーキュラーであったりとか持続可能性っていうところをテーマにあの活動されているなと私も確かに海外に行って日本に帰ってきたっていうそのちょっと共通点があるなと思って今聞いてて思ったんですけれどもまず最初にその先ほどからサーキュラーエコノミーっていう言葉がたくさん出てきているので簡単にそのサーキュラーエコノミーって何なのか分かりやすくちょっとアさんから、はい。うんはい 教えてください。はい、わかりました。じゃあスライドの方お願いします。あのこちらの Google のトレンドでサーキュラーエコノミーなんですけど、上が世界で下は日本で世界でも日本でもサーキュラーエコノミーの関心度合いが高まってきていることがわかります。ちなみになんですけどもサーキュラーエコノミーのじゃあ何か本を読んだことがある、もしくは今日のようなイベントに参加されたことがある方って今日会場でどのぐらいの方いらっしゃいますか。 ちらほら、ありがとうございます。サーキュラク文今日初めて聞いたっていう方。 あ大あありりががとうございいままますすすすかったででしは次のスライドお願いしますこちらのオランダ政府が出しているリニアエコノミーからサーキュラーエコノミーという図表なんですけれども今ですねヨーロッパ EU がですねもう EU を挙げて欧州委員会というところが起点となって2015年からこのサーキュラーエコノミーをもう官民一体で政策として進めているんですねじゃあサーキュラーエコノミーってそもそも何かというお話なんですけれどもこちら向かって一番左側 が従来そしてあの現在に至るまで進められてきた大量生産大量廃棄モデルのリニアエコノミーっていうモデルなんですけどこの一番左側のモデルですと、まあ、上から地球上の資源を何か取って作って 使って捨てるという一方通行型だったので一方通行型モデルなどというふうにも呼ばれていましたじゃあサーキュラーエコノミーって何かというと向かって一番右側なんですけどこの一番右側のサーキュラーエコノミーですと今一番左側で見てきた大量生産大量廃棄モデルでこの一番下の黒で表されてた捨てるっていう段階が一番右側のサーキュラーエコノミーだと全くなくなってしまっているんですね なのでこのでこサーキュラーエコノミーの最大の特徴としては何か私たちが新しいビジネスモデルを組み立てていくもしくは行政や国が政策を形作っていくそして商品の設計やデザインを施すそういった初めの段階から廃棄が出ない仕組み作りが実践されているというところにサーキュラーエコノミーの最大の特徴があります。 じゃ廃棄が出ないビジネスモデルでるって本当にできるのかっていうふうに思われてる方いらっしゃるかなというふうに思うんですけど例えばあの私が今日着てきているブランドはあの日本のブランドでミッタンっていうあのファッションのブランドなんですね。で私が着てるこの服はミッタンの特徴としてどんな服でもあの購入をして着古した後にミッタンに返却すると必ず現金で20%で買い取ってくれるんですね。 なので例えば2万円のシャツだったとして私が着古して密体に返却すると4,000円で買い取ってくれるので。 4,000円で買い取ってもらえるとしたら皆さんも私もあの捨てるっていう選択肢はもうないと思うんですね。なのでミッタンとしては一度利用者に渡った商品も使われた後に必ず返却されることが前提になっているので自社であったりパートナー企業と一緒に染め直しであったりあとは修復をするっていうことをあのもう強化をしていてで回収された服をもう一度染め直しであったり修復をして再販する。 っていうようよな形形でビジネスモデルを形作る段階そして商品の設計やデザインも修理ができやすい何度も何度もビジネスとして回しやすくなっているところがこのサーキュラーエコノミーっていうところでこれまでのリサイクルアップサイクルとはまた違う形でサーキュラーエコノミーが注目されている特徴になっています。 ありがとうございます。すごいいつもあのサーキュラーエコノミズでわかりやすく説明してくれて、<や>改めて私も勉強になりました。本にリサイクルとまたサーキュラーって全然違ってくるんですよね。リサイクルって実はどこかでこう劣化してしまうことで最終的に処分されなければいけない状態になってしまったり、もともとそれを絶対に回収しようっていうようなシステムになっていない場合も、うんうん あったりする中で今のまあミッタンさんの例のように捨てるっていう選択肢を作らないっていう新しいビジネスモデルの形というのはまあヨーロッパをはじめ日本でも少しずつ今広がってきているところでありますね。うんうん、なんか医療の視点で見てみるとすごく分かりやすいかなと思って、うん、今あのアリーさんの方からリサイクルっていう言葉が出たと思うんですけどなんかこれまでのリサイクルは医療の観点で言うと対処療法的だった っていう,ふうに言われてるんですねそれはあのビジネスモデルであったり商品のデザイン設計される時点では先ほどの一番左側の大量生産大量消費モデルですでにできてしまったものに対して後から後から延命措置を施すかのように対処療法的に行われていたのがこれまでのリサイクル一方でサーキュラーコンビーですと初めの段階から廃棄を出さない仕組み作りがされるので対処療法的ではなくて予防医療の視点に近いっていうような形で表現され されたりするっていうのもすごく僕としても分かりやすいなと思ってます。うん、確かにその通りですね。あのあやきさんはえっ、ー、とまあ、このサーキュラーエコノミーという視点にもすごく通ずるような今は藍染職人として活動されています。けれども、元々はサッカー選手として活躍されていらっしゃったと思うんです。そこからなぜ藍染の世界に行こうと思われたんですか？はい、元々本当に藍染しになろうと思って辞めたわけではなく。 さっきもちらっと言ったんですけど、なんか地球環境の変化っていう、著しい変化に対して、ちょっと自分の中ですごい危機感っていうのを感じまして、まあ当時現役中ではあったんですけど、なんかこう少しでも、なんか小さな抵抗でも自分で何かをしたくなったっていうのがすごい大きなきっかけの一つです。でまあ当時これ、あのスライドの これチームサッカー皆さんどうですか <laughs> あんまり分からないか分かんないんですけど、あの、これスペインのビジャレアルっていう風なチームで結構強豪なんですけど、まあなんかそのスペインで言うと、そのサッカー、女子サッカー、日本だとまだあんまりこう皆さんなでしこぐらいしか多分聞いたことないかもしれないんですけど、今ヨーロッパだったり、あの、欧米中心にものすごく本当に人気で、それこそあの、スペインは全 あの、ワールドカップ大会も優勝している国ですし、あの、クラブ自体も、あの、ヨーロッパで一番強いチームっていうのがスペインにあったり、まあ、ものすごくこう、認知も人気も上がってきていて、まあ、環境も良くなっていたり、まあ、それこそその男子の何万人も入るようなスタジアムっていうものが埋められるぐらい、本当にすごく今人気なところなので、はい その中で、あの、やれていたっていう身としては、本当は、その、やめる時では全くなかった。当時、その、しかも27歳だったので、まだ何年もできる時だったんですけど、で,でもそれと同時に、やっぱりこう、まあ、裏側を見ていくというか、 その男子のサッカーの方、ラリーガーとも関連があるので、こうどちらの方面からもこう女子がこう資本主義にどんどん向かっていくっていうか、まあ、で男子の方もものすごくそういう大きなマーケットの中にあったり、まあ、同時にその環境問題に対してどれぐらいこう配慮っていうものがあまりなかったりとか、まあ、それとあと差別だったり、まあ、いろんなそういう社会問題とかそういったものっていうのがやっぱ裏側からすごい見えてくる。そういうふうな中で、 まあ本当に小さい頃からの夢の舞台だったしすごくこうたどり着くのに時間がかかったんですけどでもそれをこう目をつむって自分の夢だからって言ってこう押し通せるところにもう来なかったというかそこでなんかじゃあこのまんまじゃあやりたいかって言った時にそこに対してすごくこうストレスが生まれたりとかそういったストレスとか疑問を抱えたままやれるようなレベルでももうないぐらい本当にこう。 その強いレベル高いレベルの中だったのでもうじゃあ,あのシフトしようっていうふうな思いで引退をしましまた、うん、でそこからあの、まあ、やっぱりまだサッカーをしていただけだったのでまあ多少その大学に行ったりとかはあったんですけど一度もう一回勉強し直したいっていうふうに思って、まあ、大学院に行く準備だったりとかそういったことをしている最中にあのそ草木染めっていう言葉を一回聞いて。 あの全然何も知らなかったのでなんか何だろうっていうふうにこうどんどん調べたら愛にたどり着いて藍染めってこうすごく天然っぽさを感じたんですけど調べると実はほとんどが今薬品でしてあの全然そこに対してのこう環境に対しての配慮というのはないものだったっていうのに気付いてでじゃあなんでこんなに天然っぽいっていうふうに思えたのかなっていうと。 こう、調べを進めると、その昔の技法は発酵によるもので、すごく循環に優れていた。っていうことに気づいて、で、そこからその、ま、結構、あえて、あの、農業だったり、ま、もちろん染色なので繊維業、ま、プラスアパレル、なんかそういったところともすごく大きな関わりを持てるものだった。っていうのに、こう、すごく魅力を感じて、 じゃあ、まず、ここをやってみようっていうふうな思いで、今は藍染め師として活動しています。はい。ありがとうございます。いや本当に選手時代にあったその差別であったりとか、いろんな課題問題というところも詳しくどんどん聞いていきたくなっちゃうような話 <laughs> だったんですけれども、その、まあ、あの、藍染めの職人として、今、何年、このくらいになりますかそうですね。まあ、今、やっと4年目とかです。はい。 やっぱりやってみて、その、まあ、サッカーというものがもともとは本当に好きで、夢の舞台だったとっいうふうにおっしゃられていましたけれども。はい、まあ、そういういろんな環境から、それが、もう楽しいものではなくなっていってしまったとっいうところで。新しく見つけられたのが、藍染めということですよね。うん、そうですね。でも、なんか、その、よく、こう、楽しいでしょうとか、やりたいことをやってるでしょうっていうふうに言われるんですけど。どちらかというと、こう、その、そこの部分よりは、これ自体をどうやって、こう、身近に。 こう溶け込ませられるか私がこの,そのサッカーをやめるまで全く知らなかったように、うん、結構その今回始めてみてもすごく知らない人がやっぱり多いものだったっていう風なのがあるのでなんかそれがこう少しでもあのできたらなっていう風な思いで今やっています。うんうん ありがとうございますでもどんどん藍染めって魅力的なものですしマスのサーキュラーであったりエシカルサステナブルっていう分野はなんか思いが同じ人がどんどん集まっていくので<え>きっとあの本当にい,ないろんなつながりからこれからもっともっと楽しくなっていくんじゃないかなっていうふうに聞いてて思いましたけれども、まあ、お二人ともその環境のことであったりとかそういったところにこう疑問であったりとか違和感を覚えて今の活動をされているというところで、まあ、これからのその消費っていう えこれまでは消費っていうことをしてきたわけですけれどもそれをあの打ち合わせの時にこれアキさんが言っていた言葉で利用者消費者ではなくて利用者になっていくマインドシフトっていうのがすごく大切だよねっていう話があったのでちょっとそのあたりについてあの話を伺っていけたらなと思うんですけどアキさんからまずいいですか そうですねあのこの辺りのお話トピックは僕がヨーロッパを拠点にしていた時にめちゃくちゃヒントをもらったなと思ってあの消費者って英語で言うとコンシューマーであの利用者ってユーザーだと思うんですけどなんかその視点って僕たち、まあ、今まで消費者だった人もあ自分たちってなんか消費するだけじゃなくて あのユーザーなんだ利用者なんだっていうふうに意識を持つことも大切ですしその提供しているその企業の側も持つことが大切というかなので結構なんか全体としてこの消費者じゃなくて利用者っていう視点でサービスであったり普段 買いい物をしているその行為だったりあ後の,その服であれば服との,その付き合い方をあの向き合うめちゃくちゃたくさんヒントがあるなと思ってあの例えば消費者っていうよりもその利用者になった時に僕が今日着てるこのミッタンの服もこれもともとくるみ染めだったんですよ。で僕が持ってる別のミッタンの服を僕は今あの染め直しに出しててでそれは奄美大島で今泥染めされてる多分最中ぐらいだと思うんですけどなんか戻ってくるのがめちゃくちゃ楽しみで。 そうするとなんか今まで僕は何というか服というとその買うっていうことでしか楽しめてなかったのが今だとあなんかそろそろ染め直ししようかなとかけどこれも結構退職してきたんですけどなんかくるみが退職してくると割といい色合いだからこれはなんかもう少し落ち着かせようかなとか。 今泥染めに出してるものももともとベンガラ染めだったんですけどベンガラ染めをよもぎ染めにしようかうこん染めにしようかなんかいろんな選択肢があって僕は泥染めにしたんですけどなんかそういう楽しみ方を感じさせてくれてるのもあ自分って消費者じゃなくてあの利用者だからじゃあこの服はなんかどういうふうに染め直しをしようか自分でこれだったら作ろうえるんじゃないかっていうような形でなんか実はあの自分が手にかけられる余白が残されてたっていうところに気づかされたのもあ消費者じゃなくて利用者になった たんだなって利用者だったんだっていうような自覚かなっていうふうに思います。うん、でそれをちゃんとあのこういうサービスがあるよっていうふうに提供してくれるあの企業。 とかそういうあのファッションブランドも増えてるなっていう風に個人的には感じます。うんうんうん、今のあきさんの話で言うと、えやきさんはかあのその利用者でもありながら作り手にもなられているかと思いますけど、そうなったことによってやっぱり服との関わり方、向き合い方って変わりましたか？そうですね、ものすごく変わりました。それこそそのミッタンも藍染めもありますけど、そういう風な形でこう私もそのいろんな人があのこれ染めてよみたいな風にもう全然最近着てないんだよ、ね。 ってて言いながらこう渡してくれるうん、うん、それをこう渡すことあの染めてお返しするとなんかそのすごくめちゃくちゃ使うようになったよとか言ってくれますしそうやってこうなんかどの色にしようかなとかもありますけど藍、うん、染めの場合は全部青でもやっぱりそのデザインを加えることがいろいろできたりこれとか上下違いますけど私も今着てるのが綾木さんの染めたこの藍染めの。 のらびというランの上のシャツが。そうですね。同じくアイではありますけど、印象が素材とか染め方によってだいぶ違ってきますよね。アリサの方がコットン。のコットンですね、これは。こっちは。こっちは、えっと、朝とセルロースっていうふうに書いてありました。はい。それぞれの染め方は一緒なんですか。ちょっと違くて、これは板締めっていう。 でイターで挟んでストライプ作ってますね。これ普通にあの無地で染めてて、うんうん、まあ、こっちは逆にそのたくさんこうバラバラとモザイクが入るようなそういった染め方にしたりしています。なんかア染めにもいろんな方法があるんだよっていうのは僕はあのあやさんのあのホームページ見させていただいて学ばせていただいたんですけど、これはあのア染めの中で何染めっていう。 そ,あそうですね。私そ、その発酵、その、実は藍染めっていろんな種類があって、うん、その泥染めの藍染めもありますし、うん、生葉染めとか、まあいろんなある中で、私、発酵の藍染めを2種類やっていて、うんうん、まあなんかこれ2つは、 本当にすごい古いもので、室町とか、もう五六百年前ぐらいからあるって言われる、本立昭愛染っていう、な昭愛染っていうふうに呼ばれるような、ものすごく原料を絞ったもので作ってます。うんうん、そうすると、こう、色味が、こう、ちょっと青っぽく鮮やかになったり、 もっと濃くすることもできるんですけどこういった色が褪せないようなこのぐらいの色っていうのも作ったりすることができたり <laughs>、うん、まあ,あと色落ちとか色移りっていうものがほぼ起きないような<ー>そういうふうな染めですね。これはちなみにブランドさんとのコラボアイテム。あ、そうですね、はい。今年の春にラルフ・ローレンとあの,の人とちょっとやらせていただいて、はい、限定で少し。 作らせていたただきましたま、はい、染めるときに使われる素材にもあの小麦のふすまを使われてるっていうふうには拝読させていただいたんですけどそのサーキュラーエコノミーの観点で見させていただいたときにその小麦のふすまも本来だったら、まあ、処分されちゃうものだと思うんですけど、はい、あのあ藍染めだとふすまってすごく貴重なその染めの,その素材になるんだなっていうのは学ばせていただいたなと思いました、はい。アスリートののとに栄養学とかめちゃくちゃゃくやってたので、はい あのビタミン豊富ですごい食べるものだと思ってたんですけど捨てられるものなんですねうん、うん、意外と。なんかこの間小麦をあの地域でやってる方にあって、はい、その方がふすまいっぱい出るからあげるよっていう風に言われて出るものなんだみたいな風に最近気づきました。 なんかサーキュラーな面白い観点だなっていうふうに思うところがそのある分野では廃棄になるものも別の分野とつながった時にめちゃくちゃ重宝されるっていう現象が自分の体験としても面白いなと思って、はいうん、今もその農家さんの間だと多分小麦のふすまってもういくらでもあげるよっていう感じだと思うんですけど、うん、その藍染めとつながった時に実は貴重な資源になるっていうところは実はなんか自分たちの地域をそういう視点で見た時には新しい可能性が見えてくることはすごくありそうだなと思います。はい 確かにそのやっぱりサーキュラーっていうビジネスモデルであったり、あり方を実現する上で、まあ、人、人一人だけであったり、企業一つだけではこれって実現できないっていうのもすごい特徴かなっていうふうに思っていて、うんうん、そういうことでもありますよね。基本何でも染めれちゃう感じですかそうですね。アイ染め でその天然繊維というかタンパク質にくっつくものなのであの普通の染めとちょっと違くてタンパク質にくっついてでそれが酸化とともに発色していくその成分自体は無色透明なんですけどそれがこう酸化で青くなるので、まあ、あとプラスそのタンパク質があるるもものだったら何でも染まるうん、うん、靴とか本当にあに下がゴム、うん、で、はい、上がヘンプ の靴だったのでそれで全部真っ青になったっていうふうになってますま逆にポリエステルだと染まらない一切染まらないですね<ー>はい、まあ、難しい難しくもないから化学式で見るとうん、うん、あの OH 機があるものが染まりますなるほど髪とか手とか爪とかそういったものとかも全部染まりますそそれがタンパク質いうですね まあ、かびるものは染まるって考えたら、逆に言うといいかもしれません。<ー>はい。ありがとうございますよ。今、映ってるこののれん。ですか。そうですね。のれんになります。ありがとうございます。 ありがとうございます次のスライドにこれが藍の原料となっているものですよね。はい、そうこの右手の葉っぱが藍の葉っぱの,その摘み取った瞬間なんですけどこれが乾くとあの左手のようにこれで結構藍染めの葉っぱっていうのは見分けがつきやすいものですね。作放棄地って やっぱり日本全国にあると思うんですけど耕作放棄地を藍色を育てる土地として活用するっていうときには相性よかったりする作物なんですかあそうですね私結構そういったことを今千葉で活動してるんですけど、えー、たくさんそういうふうな土地があるので畑を借りてそういうふうにやってみてます。<ー>はい 消費っていうことを、まあ、新しい視点で見ることが大事だよねっていう話で、はい、その私たちがじゃあ実際にまあこれまで買ったものでじゃあサーキュラーなブランドじゃないものから買ったものに、まあ、周りが今あふれてるわけですよねうん、うん、でそういったものをどうしてもこう手放させるをえない時ってあります、ね、みんなそれぞれどうしてるのかなっていう話をちょっとしたいなと思ってまず。 あやきさんかかからいかがです不要になったものは私いつもそのなんで不要かなっていうのをまず考えるっていうのをすごいしていて、うん、あのまあ色が気に食わないとかデザインが好きじゃないとか汚れちゃったとか、まあ、穴開いちゃったとかいろいろあると思うんですけど、まあ、なんか結構その藍染めの部分で言うと色とかデザインとかまああと汚れとかだったら染めちゃえば。 意外と不要ではなくなる。お気に入りのものもまだ使えるっていうふうなことがあったり、まあ穴が開いてたとしても、それこそ、じゃあパッチをつけちゃおうとか、差し子をしようとかすると逆にそのいいファッションアイテムとしてまた生まれ変わるっていうふうなことがあるので、なんで不要かなっていうのをすごい考えるようにはしていて、 でもなんかお尻のところに離れいちゃったとか、なんかそうなってきた時っていうのは、あのもうじゃあこれをよく考えたら生地だなっていうふうに考えると、じゃあこれエコバッグとしていいかなとか、まあなんかその最終雑巾になるかなとか、そういうふうにこう考えたりとかしてます、うん。 服以外だと何かこういうふうに手放してるっていうのは何か工夫されてることとかあったりしますか服以外ですねそうですね服以外のものまあなんかできるだけ買う前にやっぱそれこそそのそれこそスポンジとか,なんか洗うもの私基本的に全部コンポストしてるんですけどそのコンポストできるスポンジを買うとかあと生ゴミのネット うん、あれもコンポストできるものが最近はあるので、<ー>そういうのを使ったりとか、そういうふうにこう。してますね、なんか捨てるけど、土に還るものとかを探してます。はい。私も結構似てますね、できるだけやっぱり土に還るものに。 あのしたいので、あの食器を洗うものとかヘチマとか使ってます。私あのココナッツのやつですね。ココナッツファイバーのやつですね, <laughs> ね。いいですね。私はこうヘチマのスポンジで食器を洗ったりだとかしてるんですけど、それはまあ使い終わったらあのコンパスに入って分解されますし、さらにこう使っている時も実は市販のスポンジのほとんどってあの化石燃料からできたものなので、こうマイクロプラスチックが水に流れていってしまっているって言われているんですけど、そういった心配もないしっていうまあ使ってる。 時から心地が良くて最後は父に帰るっていうものが選べるならまずはそれを。 選ぶようにするっていうのもすごく、あの、私も好きですし、あと服に関しては、その、まあ、手放すっていうやり方って今本当に世の中たくさんあって、ありとあらゆるところに洋服の回収ボックス見かけますよね。でもあそこに入れても最終どこにたどり着いているかって、ちょっと、あの、まあ、信頼できるところとできないところが実はにあったりとか、課題になっているって話、皆さんも聞いたことあったりするかもしれないんですけれども、やっぱりその、できるだけ、ま、手放さないっていう選択、 を選ぶために私あの白い服好きなんですけど買う時にその白を買うなら私汚すので絶対にいつか汚すって分かってるので染め直しができるために天然。 繊維のものもを選ぶようにしていますさっき少し話の中でもあったんですけど化学繊維のものだと天然染めがなかなかできないんですよねなのであの白い服を買うときは天然染めができるようにあのコットンであったりとかヘンプであったりとかウールであったりとかそういった素材の,あの自然素材を選ぶようにしていたりします。さん 僕はあの着なくなった服が出た時には京都信用金庫っっっててていう地銀に持ってってますなぜかというとあの京都に移住してきてから今京都信用金庫ってあの地域でそのスピンズという古着屋さんを持ってるヒューマンフォーラムっていう会社と連携していてあの全 京都信用金庫の160店舗に古着の回収ボックスが設置されてるんですよでそれはあのそこに僕があの服をあの持っていくと京都で年に2回循環フェスっていうその資源循環の祭典が開催されてるんですけどなんかそこであの京都の市民の方が例えば3着着なくなった服を持っていくとあの京都信用金庫の回収ボックスで回収された服があのずらっとラックに並んでるんですけどその中から自分が着たい服をあの3のを着 いらない服をかけていく代わりに持っていくことができるっていう形で、なんか、あの、先ほどアリサからもどこに服が行ってるかっていうのがあったと思うんですけど、まあ、できる限り地域で回した方がいいのかなというふうに思っているので、服に関してはそうしてますね。で、コンポストとかはあの家でもやってて、それはなんかエコ意識っていうふうに、まあ、僕も本出してたりするんで、なんかわ意識高いですねって言われるんですけど、なんかそれよりも、なんか。 単純にめちゃくちゃ楽になってるのとあとは楽しさからコンポストをやってて、うん、なんか生ごみだけでもコンポスト化するとなんか他の燃えるごみって紙とかしかないので僕は燃えるごみに出してるのがあの月に2回ぐらいしかなくて単純にめちゃくちゃ楽になってたりなんか分解されてく様子見れたりするのが楽しいからやってるっていうのはあると思います。うんうん 確かに私も生ごみをコンポストするようになってからやっぱり重さも全然違いますし匂いも出ないしずっとあの、まあ、置いといても匂いが出ないのでしかもすごい。 量も減るので、本当に2ヶ月に1回とか、ゴミ出しの頻度がものすごく減るっていうメリットがあったりとかしますね。はい、まあその、まあ、生活の中でできることがそういうふうにいろいろある中で、まあ、スローなファッションを選ぶっていうところが今回のトークテーマではありますけれども、実際にじゃあそういったものを選んでいきたいっていう方たちに対して何かこう、こういうところから始めたらいいんじゃないかみたいな2人からアドバイスがあったり。 ありますかそうですねなんかそんなにこうスローファッションだっていうふうに固くやるってうよりは好きなものを極めたりとかあのこう心地いいものっていうものを探していくそうするとたどり着いていく先にスローファッションがあるなっていうのはすごい思っていて、まあ、それこそあの今。 あの、ヴィンテージデニムとか、すごく人気だったりしますけど、あれって実は選択回数めちゃくちゃ少なかったり、<ー>ものすごく長く皆さん使われてたり、ダメージ自体を楽しむ。だもうまさに本当にこう、その、このテーマと一緒のようなものなんですけど、皆さんそれを楽しいと思ってやっている。そういうふうにこう、好きなものを極めるっていうのが、そこにたどり着くのかなっていうふうに感じてます。 僕はそうですね。もう本当にあの肩の力を抜いて、皆さん一人一人それぞれが気になったことから、なんか始めてみたり、手に取ったり調べてみたりすることがいいんじゃないかなっていう風うに思います。やっぱりなんかまあ、着るものもそうですし、食べるものとか住む場所とか全部そうだと思うんですけど、趣味とかも含めてなんか自分が。 いいなって思うものを着てたり食べたりそういう場所に行ってみたりあの、まあ、例えば木造の家が好きな方はそこに住んでみたりするとやっぱりなんか自分が気持ちよかったりじゃあ何で気持ちいいんだろうっていう先に。 あのまあ、人によってはそれがサステイナビリティだったり人によってはそこにあの知り合いがあの作ってるものだから食べると気持ちいいとか,なんかそういう人とのつながりとかいろいろな理由があったりすると思うんですけどやっぱりなんかあの一人一人が自分と向き合った時になんかあこれちょっとやってみたいなとかあの取り少しずつ取り入れるっていうところから始めるのがいいんじゃないかなとは思ってまますす、うん、ありがとうございます確かにこの環境のことであったりとかサステナビリティ社会問題って聞くとすごい大きなことなので。 ななかかかかどこらら始めたらいいのか自分に何ができるんだろうってすごい思う方多いと思いますよ今安井さんが言ってくれたようにこう自分が何が好きなのか何が心地いいのかっていうところにまずフォーカスを当ててものを選んでいくと自然と環境にも良かったり社会にもいい影響があるものづくりがそこにはあったりするのでそこからこう始めてみるというのはすごくいいですよね。あっという間に時間があの来てしまいましたので、はい、ちょっと最後にお二人から一言ずつ言 いいいただければなと思いまして木さんかかがですかそれこそさっき言ったようにちょっとこう難しい問題のように感じるんですけど、まあ、なんかスローファッションってこう調べると楽しいものとか実践できるものっていうのはたくさん出てきてでも逆に言うと調べないと出てこない実践してみたいとかこう自分からのアクションが結構必要になってくるものだったりするんですけど、まあ、なんかだからこそこう作り手とかこう企業側がなんかそこにこう壁を感じさせない 何かっってていいうのをやっていくこう身近にいかに溶け込ませるかっていうのがすごい重要だなっていうふうに感じているので私も一人の作り手として。 なんとなくそこにあったから使ってみるこの人がやってるからじゃあ使ってみるでそれが結局そこにこの職人のいろんなものが入ったりとかするので結果すごくいいものだったっていうふうに思わせるとその人がまた次に紹介してくれたりとか、まあ、身近な人がやってるから入りやすくなったりとかそういうふうにあるのでこういかに溶け込ませるかっていうのがそのこっち側の努力っていうのがもっと必要になってくることなのかなっていうふうには今思ってます。 ありがとうございます最後にじゃあ そうですね消費者から利用者へっていうお話があったと思うんですけど利用者のもう一ついいというか関わりしろが広がってる視点として例えば奄美大島で泥染めをやられてる方がいらっしゃったりだとかあとは綾木さんも千葉の工房で確か予約制だったと思うんですけどワークショップとかお店も最近始められてると思うんですけどんかそういう藍染め気になって東京でお店で購入するっていうのもあの。 消費も必要だと思うんですけどなんかそういう現場に行ってワークショップ参加してみようかなとかあとは福島の郡山で無農薬の,その酒米作りからあのお酒作ってるかあの方があの何かイベントを開催されてるとかなんかそういう現場に足を運んで自分で体験を手足を動かして体験したりあのお話を伺ったりっていうところもあの関わりしようとしてあのできてきているあの面白い部分だと思うのでなんか本当にあのそういったところも含めて消費者から利用者へっていうところ あのまあ、楽しみながら、あの深くそれぞれの事柄を知っていくっていうのは、あの僕もなんかもっともっとやっていきたいなっていうところがあるなっていうのは、あの今日改めて感じさせられました。ありがとうございます。こう、身近にするっていうところであれば、それこそ今日の主催である。l さんであったり、とかがこうメディアを通して楽しく。おしゃれに発信してくれたりする。っていうことも、とてもあのみんなにとって身近に感じられる。 ものにになるでししょううさんが言ってくれたように自分で現場に行って自分でそれに触れてみるっていうことはやっぱりものをもっと大事にしようっていう、ね、あの気持ちが芽生えたりというところにもつながりますし、ね、あの私もせっかく実は京都に私もあの1年半ぐらい前に移住をしておりましてせっかくなのでこう日本の伝統工芸であったりとか 文化をもっと知りたいと思って、こう、絞り染めの工房とか最近行ってきたばっかりなんですけれども、そういったところにこう、足を運んでみて、改めて思ったのが、本当に藍染めとサーキュラーにもつながるんですが、こう、環境の持続可能性っていうことを考えるときに、そこにこう、文化や伝統であったり、人々が大事に、こう、これまで何百年と続けてきた技術や伝統というものを、持続させていくっていうところがなか その文化の持続がなければ、まあ、環境の持続があってもなんかちょっと寂しいなと思ったりだとか日本の特に伝統工芸って藍染めもそうですけれどもあの京都では漆のね、うん、あの生成をされている方が友人で共通の友人でいらっしゃったりするんですけれども、うん、そういった方たちの話を聞くとやっぱりこうずっと自然と共存して 育んできた文化や伝統技術だったりするんですよね、そういうものって。なのでそういったところをよりこう大事にしていくっていうところから、まあ、サセナビリティやこのスローファッションっていうところにもつながっていくんじゃないかなと思ったりもして。うん いますので今日ねお着物着ている方もいらっしゃったりとかしますけれども <laughs> <な>その日本の文化っていうものを大事にしていきながら、うんえー、サーキュラーであるそういう新しい視点に見えるけれども実は日本でやってきたようなことを改めて考えてみんなで実践していけたらなというところですね。うんうん、改めてこういう視点で見てみるとなんか日本がもともと持ってるものが実は世界的にめちゃくちゃ価値があったり最先端だったっていうのは本当に気づかされるなと思ってて先ほどあの京都で共通の知り合いであの 漆の職人がいるっていうお話したとあったと思うんですけど、あのうつみ朝きち漆店っていうところをやってる老舗の方なんですけど、なんか彼と知り合ったことであの。 絵の具のチューブみたいな吹き漆っていう漆を売っててでそれを1,000円ぐらいだったと思うんですけどあの買ってからあの自分でその家のまな板とかあのお風呂の桶とか風呂の木の椅子とかもなんか漆って自分で使って直していいんだっていうのを気づかされたり、うん、なんか漆もあの自由に服とかカバンとか僕も染めてみたりしてなんかそういうあの伝統産業とか先ほどもスローにとらわれないっていうお話があったと思うんですけどっていうよりもなんかちょっと肩の力抜いって漆とか入って なんか自分の生活に取り込んでみたらあこういうあの使い方ができるんじゃないかとか愛って実はなんかお茶として飲めるとか相って実はスーパーフードとして注目されてるみたいなお話も先ほど綾木さんから教えていただいたんですけどなんかそういうのも含めてあの新しい楽しみ方関わり方すごく広がってるなと思いますうん、うん、ありがとうございます。ににに本当に時間がが来ててしままったんでですすけどその実践とといいうところで、えー、今スライドに出ていますが さんの著書あ本当に何かオランダとあとは日本の事例もあの今日お話ししていないところも含めてご紹介してますのでもし面白そうだなっていうふうに思っていただけたらあの手に取っていただけたら嬉しいですそのオランダの実際にこう実践している企業を訪ねていくツアーだったりもアキ、うん、さん企画していますのでもしそういったことにも興味のある方がいたらぜひ、うん、<の>気軽に SNS とかで、はい、あのメッセージいただいても大丈夫です <laughs>、はい 工房にもね私もいつか行かせてください、はい、ここで、えー、終わりにしたいと思います皆さん最後まで本当にありがとうございましたありがとうございましたま以上をもちましてエバンズ有沙さん品田彩希さん安井明洋さんによるセミナースローナファッションを楽しもう消費の新しい形を終了させていただきます